ダイハツのハイゼットは、イタリアのピアッジオ社によって、ピアッジオポーター、韓国のアジア自動車によって、アジア、キアタウナーとして、ライセンス生産された。ライセンス生産とは、他の企業が開発した製品の設計、製造技術を、別の企業が、許可料を支払ってそのまま使用し、その製品を生産することである。医薬品や航空機、自動車、重機、 ファッション業界などでよく行われる。兵器などのライセンス国産の業界では、ラ国という略語が使われることがある。企業がライセンス生産を行うメリットとしては、主に以下の点が挙げられる。欧米のファッションブランドは直輸入されて販売されることが多いが、ライセンス生産で生産されその国で販売されることも珍しくない。日本の場合、 ゴールドウィンは、欧米の、各、アウトドアブランドを、ライセンス契約の形で生産をしており、アメリカのアウトドアブランドである、アウトドアプロダクツは、伊藤中商事が、アジアでの商標権を取得している。メーカーとしては、自社で生産せずに、ブランド名だけ化し、使用量が入る仕組みになるが、契約を打ち切られることもあり、産業紹介は40年にわたり、 イギリスのファッションブランドバーバリーとライセンス契約をしていたが2015年で契約を終了すると発表した。過去にはアディダスはデサント、アニエス・ベはサザビーとライセンス契約していたがその後契約は解消された。外国企業からライセンスを受ける場合国家レベルであれば次のようなメリットもあると言われている。これらのメリットは薬品や兵器等 国家レベルで必要になってくる必需品等では特に重要になってくるとされ日本の自衛隊の装備のうち国産でない装備の多くがアメリカ合衆国等から完成品を輸入するのではなく高いライセンス料を支払いライセンス生産する傾向にあるのはこれらのメリットが望めるためだとされているなお、このほか 企業で生産された製品の主要部品を輸入して現地で組み立てを行うノックダウン生産方式も存在するしかしこちらの方式では生産側は組み立て技術や簡単な整備ノウハウを得るのみに止まる一方でデメリットも数多くあると言われており兵器等のライセンス生産において影響が顕著に見られる 日本は1950年代から1960年代の高度経済成長期時代からアメリカから提供された兵器や後にライセンス生産で得た兵器の最新技術を積極的に民間の製品に転用した。これを主にスピンオフといい軍需産業の確立しているアメリカでは禁止されている行為であるが日本では逆に推奨されている。これにより 1980年代に日本製品のアメリカへの輸出構成が激しくなると軍事技術を民間の製品に転用した製品が輸出されていることがわかり強いジャパンバッシングを受けたことは有名である民間への技術転用がどうしても遅れてしまうアメリカ側からすれば最新技術をすぐに転用した日本製品の質が高いのは 当たり前とする考えが生まれるのは当然であった。F-2 戦闘機の自国開発にアメリカが横槍を入れたのはこの問題があったために日本が旅客機などへのスピンオフを警戒したためとの意見もある。わかりやすい例を挙げるならアメリカで開発された形状記憶合金である。アメリカでは戦闘機のエンジン部分のパーツとして使われるのみであったが日本では 衣服の一部として使われ始め、広く普及した。チタン合金も、戦闘機の胴体で使用したものを、日本人は、台所や鍋などの調理器具に使い、戦闘機のブレーキは、新幹線や自動車のブレーキへと姿を変えた。こういった例は数えきれないほどある。ありがとうございます。